詐欺などの罪で追起訴されたのは、臼杵市の IT ベンチャー・ハヤトの元会長、木本信明被告です。木本被告は、2019年9月から2020年2月にかけて医療情報を提供するサイト、子ども難病ナビの開発を装い、県に嘘の書類を提出して補助金500万円を騙し取った罪に問われています。 この事件をめぐっては木本被告とともにハヤトの元社長も在宅で追起訴されました2人は難病ナビを装い大分市の投資会社から3000万円を騙し取った罪でもすでに起訴されています木本被告らは県の別事業でも補助金1000万円を騙し取ったとして県が被害届を出しています